ロジャー・チャップマンは、チャッポの愛称でも知られる、イングランドレスター生まれのロックボーカリストである。1966年に、チャーリー・ホイットニーと一緒に加わった、プログレッシブ・ロックバンド、ファミリーのメンバーとしてよく知られており、1974年には、ロックと R&B のバンド、ストリート・ウォーカーズを結成している。演奏時のショーマンシップとボーカル・ビブラートという一風、変わった才能が、 彼をブリティッシュロックシーンのカルトな存在へと導いた。チャップマンはリトル・リチャードや彼のアイドルであるレイ・チャールズのように歌おうとしていると言ったとされている。1980年代初頭以来ドイツで多くの時間を過ごし、時折ドイツや他の地域で演奏している。ドイツでは1980年代にアーティスト・オブ・ザ・ イヤー賞を受賞し、2004年には生涯功労賞を受賞した。チャップマンはもともと1964年8月にシングルユードベターストップをリリースしたファリナスのボーカリストであった。彼はロアリングシックスティーズに参加し、その後、1966年にバンドはファミリーと改名された。1967年にサイケデリックでクラシックのようなファーストシングル、 シーン、スルーザーイ・オブ・エーレンズがリリースされた。チャップマンは、チャーリー・ホイットニーと一緒に、ファミリーの歌のほとんどを書き上げ、彼らのデビューアルバムとなる、ミュージック・イン・ア・ドールズ・ハウスが1968年にリリースされた。彼らのブルージーで、実験的なロックミュージックは、プログレッシブのアンダーグラウンドバンドとしての評判へとながっていった。ロジャー・チャップマン、エンターテインメント、 ソングフォーミー、エニーウェイという各アルバムのリリースにより、ファミリーは当時の英国アンダーグラウンドミュージックシーンにおいて、最も強烈なアコースティックミュージックを制作することもできる、高速で創造し、ロックバンドとしての地位が確立されていった。アルバム、エンターテインメントからのシングル、ザ・ウィーバー、エス・アンサーは1969年にヒット曲となった。 1970年8月28日には第3回ワイトジマフェスティバルに出演している。バンドはイギリスとヨーロッパでは人気があったがアメリカでの成功を得ることができず、1973年に解散した。チャップマンは1973年後半にホイットニーとチャップマン・ホイットニーを結成した。彼らはバーティゴ・レーベルと契約し、アルバム、 ストリートウォーカーズをレコーディングした。ラインナップには、ファミリーの他のメンバーや、元キングクリムゾンの在籍メンバー、そして今は、アイアンメイデンで活躍するニコマクブレーンらが含まれた。チャップマンとホイットニーは彼らのバンドを、アルバム名を冠した、ストリートウォーカーズへと消化させた。彼らは、ファミリーよりもホワイトソウルに寄せて洗練された、AOR バンドであった。アルバム、 ダウンタウンフライヤーズをリリースした後、1976年にイギリスでリリースされることとなる音楽ファンや音楽プレスからリスペクトを受け続けているグルーブの重さが魅力のアルバム、レッドカードをレコーディングするために動き続けた。1977年にバンドが解散するまでにさらに2枚のアルバムが続いたが、ホイットニーとチャップマンの音楽における パートナーシップの11年は終焉を迎えた。1979年、チャップマンはソロ活動を開始し、最初のソロアルバム、チャップを録音した。彼のバッキングバンドはこの時点で座礁とリストとして知られるようになり、ヨーロッパを広範囲にわたってツアーした。マイク・オールド・フィールドのアルバム、クライシスの収録曲、シャドウ・オン・ザ・ウォールはボーカルに、 チャップマンをフィーチャーして大ヒットした。また、ボックス・オブ・フロックスのセカンドアルバムストレンジランドに2曲でリードボーカルを歌うゲストアーティストとして参加している。チャップマンはアルバムウォーキング・ザ・キャットとハイブリッド・アンド・ロー・ダウンをレコーディングした。それ以来、チャップマンは新作やライブレコーディングのアルバムを11枚リリースしてきている。彼のアルバムハイド・ゴー・シークは 元ファミリーのベーシストであったジム・クリーガンによってプロデュースされ2009年5月にリリースされた2010年8月21日土曜日に行われたリズムフェスティバルへの出演はロジャー・チャップマンザ・ショートリストからのフェアウェル公演としてチケット販売されたアルバムシングルアルバムシングルありがとうございます